最近松坂さんが優しい気持ちに包まれてほろっとした出来事もしくは心が洗われてするっとした出来事あったらちょっと教えていただきたいんですけれども最近鳥人間コンテスト見たんですよもう本当にその学生さんも本当にいろんな方々が出られていたんですけど。 ちやっぱそこの大会に並々ならぬ思いでその瞬間のためにこうやって一生懸命練習して機体を作ってで飛ばすっていうその情熱というかみんながこう愛情を込めて作った機体にその愛をこう全部をこう背負ってこう操縦する学生の皆さんとかっていうのをこう目にした時にちょっとなんかこう。 まあ優しい気持ちというか、ちょっとほろっときちゃいましたねなるほど、ね、でも皆さんの頑張りでまたこう心が現れて、いそうなそうですね、うもう心が現れるのは、家に帰ったらその子供を見ると、もう毎日、やっぱりこう、現れますね、うん、<laughs> もう外での,その撮影で汚れた体を、すべて、するっとこう流してくれるというか <laughs>。 すべて笑い,い流してくれますね癒してくれる存在なんですね <laughs> <はい S 1> <laughs> ありがとうございます松坂さんのほろっとスルッとお伺いいたしました、はい